それでは玉ねぎからカットしていきます。薄切りにします。続いてマッシュルーム、はい、こちらも薄切りにします。続いて豚肉に下味をつけます。お塩と胡椒ですね。胡椒をします。豚肉に薄力粉をまぶして、おきます。軽くで結構です。はい、裏側もお願いします。余分な粉は、落としといてください。それでは合わせ調味料を、調理に入る前に作っておきます。まずは生姜焼きなので生姜をたっぷりすります。はい、はい、こちらに今回のポイント、バルサミコですね。そして、隠し味にお醤油、そしてさらにまろやかさを出すために蜂蜜を加えます。で、塩を少々、こちらにも胡椒をしておいてください。よく混ぜておきましょう。これで合わせ調味料は完成です。それでは調理を始めます。オリーブオイル、ニンニク、はい、フライパンが温まってきたら玉ねぎから炒めていきます。玉ねぎがしんなりしてきたらお肉を投入します。スペースを空けて広げて並べてください。白ワインを、適量入れてください。豚肉にもうほぼほぼ火が入りましたので、マッシュルーム、そして、先ほど作った合わせ調味料を加えます。お肉や玉ねぎ、マッシュルームにこの合わせダレをよく絡めてください。はい、タレが絡まれば、完成です。お皿に盛っていきます。
完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん美味しくできましたでしょうか。いつもの生姜焼きにバルサミコを加えるだけで洋風の仕上がりになったんではないでしょうか。ぜひ試してみてください。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また一緒に作っていきましょう。